クリームウェブサイトをご覧の皆さん、雷雲ギターボーカル上田圭司です。キーボードのゴマです。雷雲は、2015年3月11日に、続きのブランクペーパー、はい、もう2年4ヶ月ぶりの、オリジナル作品、ミニアルバムをリリースします。はい、今回はメンバー2人編成での、初のオリジナル作品ということで。そうだね。まあ本当にね、デビュー作品というか初心に戻ってね、そういう気持ちで、頑張っていきたいなと思うんですけど、まあ、ブランクペーパー、まあね、言葉を聞くと何ぞやと思うと思うんですが、まあ、いわゆるこうブランクってね、あるじゃないですか。真っ白、ブランク期間みたいな、まあ、真っ白な何も書いてない紙ということで、まあ、その紙に、まあ、地図を書けば、まあ、それが地図になるという、まあ、そういうね、テーマの、まあ、曲が入っていて、まあ、全体的にね、まあ、そういう、地図にどんどんこう続いていくというような作品になっておりまして、まさにこう今の自分たちの気持ちとかね、これから続いていくんだ、続けていくんだという、まあ、決意が込められた、そんな、作品になっております。はい、どうでしょうか、なんかこだわりポイントとかありますか。こだわりポイントはいっぱいありますね。そうだね、本当になんかね、本当6曲全部いろいろバリエーションがあるので、本当にね、いろんな作品の顔が見えると思います。サウンド的にもね、本当にこう2人だからこそできるいろんなバリエーションというか、6曲聴いてあっという間というかね、飽きない、そんなね、作品になっているので、はい、ぜひ皆さん手に取って、そしてね、もう何回も聴いてもらいたい、そんなミニアルバム続きのブラックペーパー、なんですが、ツアーがね4月から始まりますね。はい、4月5月と、全国9会場ぐらいね。そうだね、はい、あるんですかね、もういろんなところ回るので、お近くの人はぜひ、会場に足を運んで、またねその世界観を、たっぷりと味わいに来てもらいたいなと思います。はい、ね、いろいろライブ2人だけどね、なんだろう、みんなが思ってる2人とは違う。まあいろいろね、ステージとかの趣向を凝らしてるので、仕込みがあります、ステージセットとかもネタ本とかね、観覧車が回ったりとか、はい、ゴマちゃんがいろいろね、一人でも何役もいるみたいなね、そんな感じになってますので、はい、詳しくはね、雷雲の、ホームページなどチェックして、はい、CD にライブに楽しみにしていてください。以上、雷雲でした。